どうもこんにちは。今回なんですけれども、前回セリアで買ったこのバーベキューの串、前回これを3本買ったんですけれども、これね、こういう感じで結構バラバラになっちゃうんですよね。この先っぽにですね、プラスチックのカバーがついてたんですが、ちょっと心もとない感じっていうのと、このですね、まとまらない感じがなんか嫌だなっていうのがあって、今回はですね、これにカバーを作ってみたいなと思います。単純に考えてこうカバーを作ればいいんですけど、皮がですね、もう残ってなくて、できる範囲で作りたいなと思います。まずですね、この串のサイズ感なんですが、ここの広さが、1.7mm で、ここの串の部分が 5mm っていう感じになってます。でこれを踏まえてですね、この3本をまとめる感じで、レザーカバーを作っていきたいと思います。まずはですね、皮の裁断からスタートします。設計図はこんな感じで作ってみました。実際に串が入る部分は1センチですね。で、全体の幅は 5.5センチ。皮を切り出したら、あらかじめですね、この設計図通りに線を引いといて、その線に沿って目打ちをしていきます。目打ちをしたらですね、ゴム糊で皮同士をくっつけて、さっきの目に沿って目打ちをしていってます。でこれは順番的にですね、まず最初に皮をくっつけておいて目打ちをするっていうのが一番やりやすい方法かもしれないんですけれども、皮がもうあんまりなくて失敗できなかったので、裏側にさっきの設計図通りのラインを引いてます。でラインを引く必要があったので、まず目打ちをしてから裏と裏同士を貼り合わせて、さらに目打ちをするっていう方法をとってます。レザークラフトっていうのはですね、基本的に今回作ったものもそうなんですが、自分でサイズとか作り方とかを考えてするっていうことが多いので、これっていう正解が多分ないんだと思います。なのでですね、やりやすいようにやるっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。でこちらがですね、目打ちが終わった革なんですけれども、せっかくなので刻印を打とうと思います。まず皮をですね、濡れたスポンジで拭いて、皮全体に水分を行き渡らせます。でここで注意なんですが、皮全体になるべく均等に水を含ませるようにしてください。そうしないとですね、ムラになってしまうので、出来上がりがちょっと綺麗じゃなくなってしまうと思います。この刻印なんですが、26イングレイブというお店でオリジナルで作ってもらいました。ここはですね、真鍮製の刻印をオーダーメイドで製作されているお店になってます。値段もですね、かなり良心的な設定になっているので、すごく助かりました。こんな感じでですね、綺麗に刻印が入りました。今回はですね、刻印を表と裏一応両方に打ってます。あとはもうひたすら縫っていくだけなんですが、今回はですね、赤い糸を選んでみました。縫い始めと縫い終わりの部分、ここに関しては、返し縫いをしてます。それ以外はまあ特に、注意するようなところはありません。はい、ということでですね、縫い終わりました。結構いい感じにできたんじゃないでしょうか。で、実際にですね、バーベキューの串に通してみようと思います。こんな感じで結構ですね、きつい感じに仕上げてるんで、外れることはないんじゃないかなという感じです。どうでしょう、結構いい仕上がりじゃないかなと思ってます。刻印が入るとやっぱいいですよね。で今度はこっち側、キャップなんですが、最初からついてるキャップはこういう感じでですね、ちょっと貧弱な感じになってます。なのでこれも作っちゃいましょう。余った革に、フリーハンドでだいたいこんな感じで切るっていうのを書いてます。これはですね、カッターで切ってるんですが、まあまあ
後でヤスリ掛けするんで、ここは結構適当でもいいんじゃないかなと思います。これをですね、型を取りながら同じものを3個作っていきます。で、切り出したらヤスリ掛け、ヤスリ掛けをしてなるべくこうカクカクしないような感じにしてます。ヤスリ掛けしたのがこちらですね。で、これの半分だけにですね、目打ち用の印をつけて、クリップで固定します。で、クリップで固定したら、あとは目打ちをしていきましょう。で、目打ちをしたらもう縫っていくだけですね。で、これもスタート地点はですね、左右の方向に返し縫いをしてます。今回3つ作るんですけれども、このうちの1つだけは刻印入りにしようと思います。こんな感じで刻印が打てました。結構なんか綺麗な感じですよね。で、あとはですね、もう同じことをしていくだけです。で、同じものが3つ出来上がりました。1つは刻印入りになってます。じゃ、これをくっつけてみましょう。これもね、結構きつめに作ったんで、ぴったりはまる感じになってます。最初のプラスチックのカバーより全然なんか雰囲気が変わっていいんじゃないでしょうか。あとですね、キャップの長さもある程度取ったので、最初からついているものと比べると全然違うものとなってます。この状態だとやっぱりちょっと危ないですよね。で、こうやって振ってみるんですが、キャップも外れませんし、本体3つともしっかり固定されているので、ぐらぐら揺れることもありません。で、最後の仕上げですね。先ほどのキャップと本体なんですが、横の処理をしてないので、まずヤスリ掛けをしてしっかりきれいに整えてあげます。これがヤスリ掛けした状態ですね。で、これを3つすべてにやっていきます。そしたら今度はですね、先ほどヤスリ掛けをした側面にトコノールを塗っていって、これをですね、磨き棒でどんどん磨いていきます。で、磨くとこんな感じでですね、ツヤツヤした感じになるのと、縫い合わせた面が一体化する感じになって綺麗に仕上がります。で、本体の方も同じようにですね、トコノールをつけて磨いて、綺麗に仕上げます。出来上がったものがこちらになります。そしたらですね、次が最後の仕上げになるんですが、蜜ろうクリームを全体に塗っていきます。で、これを塗ることによってですね、ちょっと革の表面を保護できるのと、ツヤ出しと保湿ですね、この辺ができるので、レザークロフトで何かを作った時は、僕はこの蜜ろうクリームを塗るようにしてます。こちらが、蜜ろうクリームを塗ったもので、こちらがまだ塗ってないものです。色が全く違うのがよくわかると思います。はい、ということで出来上がりました。今回作ったものがこちらになりますが、初めてやったにしては結構いい仕上がりなんじゃないかなと思います。こうしてみるとですね、100均とは思えないような仕上がりになったんじゃないかなと思うので、結構満足してます。これもですね、この先っぽ作ったんですが、これをこう全部1本丸ごとやって、1本用のケースっていうのも作ってもいいかもしれないですね。またその辺もですね、プレゼント企画とかでできたらいいなとちょっと考えてます。実はですね、プレゼント企画次回考えているものがあるんですけども、まだですね、商品が届いてないので、作れないままでいます。どうでしょうね、これのまあまあこの3本セット用でもいいですし、この1本だけとか、もしくはこのキャップだけとか、キャップだけはちょっとあんまりか、このキャップからこうずっと全部続いているこの1本だけのもの、1本用のケースとか、もし欲しいと言ってくれる方がいるようであれば、またプレゼント企画とかも考えたいと思いますので、またコメントいただければと思います。それではまた次回に。